どうも、ミルメンです。はい、今回何をやってるかと言いますと、カップル YouTuber の現実を紹介していきたいと思います。はい、ここ最近増えてきたカップル YouTuber ですね、うん、僕らもカップル YouTuber として活動させていただいて半年経ったんですけれども、はい、今回はその生活リズム、メリットデメリット、別れたらどうするの、お金のこと、半年やってどう思いますかということを紹介していきたいと思います。で、尺の問題もあってね、めちゃくちゃ早口で喋りますので、気になるとこありましたらコメントや DM で質問してくれれば答えようと思っております。それでは早速、やっていきましょうよ。イエーイイエーイ。ほらほらほら、爆発して、はい、まず1つ目、撮影頻度。撮影頻度は2日に1本投稿するために、2日に1本は最低撮影してます。はい、撮影時間短いと30分、長いと半日ぐらい回しっぱなしかかりますね。編集時間短くても6時間、長いと半日以上かかります。企画会議について、企画会議は基本的に常に企画のことを考えていて、うん、今はありきたりな企画をやっているかもしれませんが、まだファンの方を増やして軌道に乗るために頑張っているので、オリジナルの企画、楽しい企画はこれからやっていこうと思います。待っててください。はい、就寝時間朝8時か9時。はい、起床時間昼過ぎ。はい、次、カップル YouTuber としてのメリット。ずっと一緒にいられる。思い出として残せる。楽しい。二人共通の目標ができる。愛が深まる。普通の、時間ないから、実際できた。普通の仕事ではありえないほど世界中のたくさんの素敵な人と出会えてつながれる。はい、誰かに夢や生きがい、目標、癒しを与えることができる。素晴らしい。あ、めっちゃ飛んだ。私が飛ばしたツバを、時間ないんだから。次、デメリット。オンオフがない。仕事仲間としても見ないといけないから、たまに喧嘩する。はい、やらないと収入、なんていうか時差があんのよ、さっきから。何のラグ、いくよ。うん、やらないと収入ゼロで、収入の高低差がすごい。おわんちょうコメントをするお方がいらっしゃる。ファンの方への恩返し不足に悩む。うん、これは常に悩んでおります。はい、別れたらどうするか。別れることはないから、どちらかが亡くなってしまった時のこと、うん、別れることはないから、どちらかが亡くなってしまったらの話をすると、ファンの方がいてくれるから一人にならないし、思い出としても残せるので問題ありません。次、お金のこと。二人とも隠れてないのよな。二人とももろやってんのこれ。今、めんちゃんがバイト、僕が編集、企画考えたりしていて、YouTube の方が収入は多いんですけど、バイトをしないと生活が苦しいという生活をしております。余裕は一切ありません。で、自分の頑張り次第で収入は増えるけど、やらないとゼロ。安定はしません。最後、半年やって思うこと。 YouTube 最高。イエーイ。もっと早く始めておけばよかった。それは本当にそう。世界中の人と出会えてつながれる場所を提供してくれる Google さんに感謝。ありがとう。応援いい、うん、応援してくれるファンのみんなに感謝。ありがとう。一人一人アイラン。どうしよう。これからもよろしくお願いします。お願いします。スムージーハケピー。初めて見たそのピー。どうやって突っ込んだらいいかもわからん。で、終わりだけど、なんか最後考えてる。考えてない。考えてない。尺やばいな。尺、うん、やばい。終わろ。バイバーイ。こんな紹介の仕方だったら俺らじゃなくてよかったよね。これ否めない。録音してバッてよかったよ。うん、反省しようか。反省しよう。バイ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 。